こんにちは、おしゃぎです。今回はレノハンターです。全部1枚出したので、ざーっと読み上げます。ドンマントルの音楽家、バナナの発作、覚醒の激震、着ぐるみシンガー、ドーモナスリザースピア、タイタン製の罠、タルノリでござる、ワンダリングモンスター、ワンワンビスケット、強欲な相棒、深読み、太陽の番人、品種改良者、野生の精霊、森内獣、カモフラージュ蒸気、バンドマネージャー、ETC、永遠の炎のイグニス、検証丘に、フンヌのセルドリン、スターパワー、ケルサラスの希望、ホローハウンド、ミスタームクラ、シューシャー、グラマ、ヒドラロドン、忠実な相棒、ストラングルストーンハート、ロンレンジャー、レノキングクラッシュ、という構成、これは、ダンディさんかな。今月レジェンドに到達したというレノハンターです。で、今日の特集は全部1枚出しのハイランダー構成のハンターで、ローンレンジャーレノとハンター特有のハイランダーカードフンのセルドリンの効果発動するようになってます。で、その性能は4マナ34おたけび、自分の敵にチョークするカードがない場合、このターンの間無敵を獲得し、全ての敵を攻撃する。全体除去だしハンドバフと相性いいね。で、バットランドの決闘カードで、これも使ったことないか、4マナカモフラージュ蒸気、ミニオン1体にプラス3プラス3とランダムなボーナス効果を付与する。そのミニオンの死亡時カメレオンを1体召喚する。そんなとこかな。で、バンドマネージャー ETC の中身は鎖蛇黙らせ人でチームグリーナーになってます。このフンヌのセルドリン色のハンター使いたかったんで試してみたいと思います。ではプレイの方どうぞ。シルバナス VS シルバナス、ハンターミラー、何者にも疑わない。闇の道に落ちたか。ジオンの猿、まあいいか。レナ猿か、これはお客さんか、アイランダーかな。おい、おう、あ、深読み引いた。深読み引くか、せっかくの。深読みとこれでいいか。あ、お、野生の精霊、野生の精霊返していく。おう、カモフラージュ状、おう、中身三三で優秀か。森内十、いやなんか噛み合わんな。壊れちゃう。待ち伏せの品種改良者、こっち、どっちか。一応もさ、まあ、いっか。青。待ってる。待ってる。待ってる。コイン、7万。ああ、はい。待ってる。おう。敵に敗北。いいとこに来た。やる。出しとくか。顔も殴ってくれる。エヴァリーサル。そうだ。よくだから追わねばならぬ。決闘の望みは。よし。ああ、なんか綺麗に決まったな。なんか、すごいご都合ドローだったけど。まあまあ綺麗には決まった。ハイランダーっぽい勝ち方。はい、カバールのウントス。なんだろうね。エドロか。クリスタルにお前の支援を注げ。もう、これは全開。いや、普通に発掘かもな。エナサルコントロールか、普通にコントロールかも。アルゲラス出てからの方がいいかな。
こんな余裕があればだけど。いやー綺麗に返されそうだな。我がいた。禁止改良者。ムクラができないから。ムクラでいっか。ではなに。お、ゲロッパー。アックスだ。アックスでした。いやあ、今だがな。オーカに。モンはコインいっぱい持ってるからミニオンだな。これちょっとパンダされる可能性あった。のコイン。え、かつてのある。え、なんか。ベルドリンはいいんだけど、まだかな。まあ、ダックでいいか。はい。リバー。武器持ってないと意味ない。いいかも。これで5点は出んねん。降りるって。ほい。出んの。これでいっか。一応そうだよ、ね、アイランダーな。あ、でも4回いけんのか。あーマジか。まあいいか。で、掘削バスター。マナ最低。フォローハンドキンクラーいけんだよ。あ、そう。これでいくか。あ、フィン。ムクラのおかげで発掘カード2枚飛ばせてるから、普通4回はないよね。処理された。どうしようか。レノ行くべきか。レノ行っちゃうか。パパ。で、やさかい。肝臓。太陽の恵みを感じるか。なあ。
投稿。こっから大変だよな。もっとやばい橋も飛んできただろ。はい、か。終わったよ。一物体の暴露する像もあるよ。これに立ち上がったのではない。でやか。あ、いやー、しんどくなってくるね。ドン。こっちさん。まあ、いいか。よし、吸収。もう軽減そうな。正解。ここにも逃げ場はない。お、助かったかねえ。間に合った。あぶんな。挑発付き始めたらきついもん。まあ一応なんとかなんとか助かった。はい、ということで、レノハンターでした。アイランダーカードの憤怒のセルドリン、しっかり活躍してくれたんでよかったと思います。顔まで叩いてくれるのが地味に嬉しかったね。戦績はこんな感じ。4勝0敗でした。デッキ自体はアイランダーだけどシンプルなミッドレンジって感じだったんで、フレッシュ安くて強かったです。はい。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。